サヤマスゲカレックスハシモトイは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。分布域の限られた小型の種である。小さいがまとまった株を作り、時に、補福枝を出す小柄な草本。草丈は5から15センチメートルほど。葉は幅3から5ミリメートル。花が咲いた後に伸び出す。木部の鞘は淡い色で、株材には、昨年の葉が残る。花期は4から5月。花は、 はより高く伸び出さない。家系の津とは、鞘があり、養身部は発達せず棘状になっている。家女は、家系先端の頂きこぼが優勢で、それ、以下から出る側こぼは優勢。側こぼは頂きこぼのすぐ下や,やや下から出るものも、あるが、家系の基部の方から出るものがあり、そのメスこぼにはとても長い柄がある。長生のオスこぼは、千柱形で、 長さ0.5から1センチメートル、柄がある。お花輪片は緑を帯びた白色で、先端は鈍く尖る。側製のメスコボは楕円型で、長さ0.5から1 5センチメートル。目花輪片は、下方より短く、緑を帯びた白で、先端は鋭く尖る。下方は、長さ3.5から4ミリメートル、楕円型で明瞭な脈があり、表面には短い毛が一面にある。 先端部は短いくちばしになり、その先端の口はくぼんだ形になる。基部の側は長い柄の形になる。その内側の痩せかは、下方に密着し、卵形で、長さ2ミリメートル、基部は長い柄になっている。中等は3つに分かれる。記載者の多いによると、学名の種商名は最終者である、大津高等女学校の橋本中太郎にちなむとのことで、 本種が小柄な上にその穂が葉の間に隠れて見つけにくいので、それをよく注意して採集した、との賞賛を添えて述べている。タイプ産地は、大海のマウント、田の神山とされており、和名の型の意味については述べられていない。日本固有種であり、本州の、それも長野県、岐阜県、滋賀県にわたる地域からのみ知られる。ただし、長野県では、基礎地域までしか分布しない。 森林、林園の斜面に生育する。また岩場にもよく見られる。環境省のレッドリストでは絶滅危惧痛類に指定されている。県単位のそれでは、長野県と滋賀県、つまり分布域の両端で指定されている。本種は小型であり、鞘や小ボの林辺などに赤系や褐色系などの着色がなく、そんな点では、 類似している種として例えば勝山は青菅類を星の他では芝菅節本書では芝菅をぬかすげ節としておりこれは記述の誤りと思われるぬかすげ節には青菅も含まれているを挙げており原記載では豆菅や葉がくれ菅の名を挙げているただし現記載でもこの一方で過報ややせかに柄があることなどで明らかにこれらとは系統が遠く むしろ日陰杉武士セクト、ジギタタエのアズマげなどに禁煙との判断が書かれており、星の田や勝山もこの判断を踏襲している。アズマげシーラシャレパスは、やはり小柄な杉で、下方のみでなく、全株に難毛が生えている。家計器部から長い柄を持つメスコボが出る点なども、本種と似ている。ただしこの種では、葉の器部の鞘こそ単色であるが、オバナリンペン。 メバナリンペンともに暗赤活色に強く着色している。この種のみでなく、現在この節に含まれる本種以外の種は、コボのリンペンや、キブのサヤが着色するもので、本種のように全体が緑のものは、その点で特殊である。以下、種として、星のほか、p 三百九十 o e 星のほか、p 三百九十カツヤマ、p 七十四星のほか、P390 カツヤマ、 P274 日本のレッドデータブック全国マップさやまソゲ星のほか、P390 ありがとうございます